はゆこです。いつもご視聴ありがとうございます。なんとニューヨークに超有名なジェニファー・ハドソンさんがやってきました。皆さんはジェニファー・ハドソンさんご存知でしょうか？ジェニファー・ハドソンさんは抜群の歌唱力で有名な歌手、女優、そしてプロデューサーとしてアメリカでもとても人気があるビッグスターです。ジェニファー・ハドソンさんが一番最初に注目されたのは2004年にテレビで放送されていたアメリカの歌のオーディション番組アメリカンアイドルです。このオーディション番組はとても有名で、今までにも数々のビッグスターが生まれています。実は2004年のオーディション番組ではジェニファーさんは優勝しなかったんですが、彼女はとにかく歌が上手くて、彼女の歌唱力はすごく高く評価されています。2006年にはドリームガールという映画に出演されてアカデミー賞を受賞されています。日本ではセックス&シティというドラマ、知ってる方もいるかと思うんですが、2008年の劇場版のセックス&シティにも出演されていました。その後も数々の映画やショーに出演されたり、テレビではトークショーの番組を持たれたりしています。アメリカではよく知られているビッグスターです。今回会場になったのはタイムズスクエアにあるオールドネイビーというアパレルのお店です。このお店は日本には店舗はないんですが、アメリカでは大衆向けで手頃な価格で子供から大人までカジュアルな洋服を販売しています。アメリカでは結構安いブランドとして知られていて、セールの時やったら、まあ、10ドルから20ドルぐらいでセーター買えたりとか、まあ、普段でも40ドルから50ドル以下の商品がたくさんあります。でこの日は特別なホリデーイベントということで、店内ではクッキーやホットチョコレートもあったし、で写真も撮ってくれるブースがあったり、でギフトラッピングのコーナーも一つのギフトまでは無料でギフトラッピングしてくれるっていうのがあったりとか、あと大きなクリスマスツリーがあったりと、もうホリデームード一色でした。このブランドのこの冬の広告塔を務めているのがジェニファー・ハドソンさんで、まあ、彼女のホリデーアルバム The Gift of Love のプロモーションも兼ねてのイベントでした。お店の前には長い行列ができていて、ジェニファーさんはお店の中だけじゃなくって、まあ、外まで行ってお店に入りきれないお客さんに挨拶したりとか、まあ、対応がすごく素晴らしいなと思いました。Thank you.
映像からもわかると思うんですけども、まあ、ジェニファー・ハドソンさんってもうすっごいビッグスターなんですけど、ファン一人一人と時間をかけてお話しされていて、でサインしたりとか写真撮ったりとか、でもっとびっくりしたのが握手したりとかハグしたりとか、本当に優しくファン刺されていて、とても良い印象を受けました。Where are you from? Ireland. Dublin. Oh my god, and then what did you get? Yes. All got a sign. Oh my god, all got a sign. Oh wow, so did you plan for this when you... No, we just passed by and they said you can actually head in because you was about this for so long. And it was so cold. We only wanted to shop and they wouldn't let us in, so we stood out there for an hour and a half. Was it worth it? Of course. Definitely. これからもいろんなニューヨークをご紹介していきたいと思っています。チャンネル登録してまた遊びに来てくださると嬉しいです。では今日もご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.